第5回中央幹事会を開催します。まず初めに山口代表からご挨拶があります。はい、皆さんおはようございます。今度の国会では労働者派遣法の改正案が審議をされる予定となっております。これはこれまでの国会での議論の経過を生かした上で派遣される労働者の方々が正社員になる道を大きくする、またキャリアアップを図っていける、そしてもともと一定の期間で派遣されるということになるわけでありますが、そうした期間が原則として遵守された上で、そして次の派遣の道、仕事の道がきちんと確保されると、そういう道を開いていくというものでありまして、しっかり国会でその趣旨に沿った議論がなされることが期待されると思います。その上でこの改正のさまざまな側面が国民によく伝わるように国会の審議を展開していくこと、ここが重要だと思います。ぜひともそうした法の改正案の大きな意義について踏み外さずに議論が展開されることを期待したいと思いますので、我々としてもそれを深める議論を担って頑張っていただきたいと、このように思います。そうした柱、意義というものを明確に伝えるということが一番今回の改正の議論の重要な部分だろうと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。